I think that's a tough word. Sometimes we say swap. Swap. Is that sound right to you, Yuji Sensei? It's like it's a shrink straight, right? It gets a little bit lost or swapped or. Right triangle and triangle H.英語のコミュニケーション力を長所として生かし、グローバル社会で活躍できる子どもの育成を狙った施策で、道徳と国語以外の授業を英語を用いて行う、そういったプログラムになっています。前年度の3年生の算数の1年通してのイマージョンの取り組みであったり、八丁小学校で取り組んできた英語で学ぶモデル授業のその成果を引き継いで行ったものなので、英語を用いて授業を進めてもある程度その身につけるべき教科の内容については達成できると、そういった見込みはあったんですけども、それプラスリスニング力だけではなくて、英語を読む力とかそういった力についてはこちらが想像以上の成果を今のところ残しているものと考えています。八中小学校のイマージョン教育コースを開設にあたっては、いろんな方々に本当にお世話になってきました。英語教育だけをとって言えば、小学校3年生から中学3年生までの7年間通した豊橋の独自カリキュラム、そういった取り組みが英語の教員を育て、 ALT を育て、そういった土壌を作ってきたものと考えてますので、その成果としてのイマージョン教育コースでありますし、また国外通学を認めるというようなことになっているので、八丁の校区の方々、イマージョン教育コースの子たちと同じように通う通常の学級の子どもたちや保護者の方々、チーム八丁、あるいは市役所の方々の応援があったり、豊橋市議会のサポートもあってのことだと思っていますので、ある意味チーム豊橋の今までの英語教育の取り組み理解の成果だと考えています。八丁小学校のイマージョン教育コースを通して英語教育であったり、あるいは子どもたちの夢を叶える特色ある学校づくりの一つの成果を得ていると思いますので、この八丁小学校の取り組みを今度は市内74校で共有して、より豊橋全体の子どもたちの育成につなげていくことができればと思っています。伊南先生、中日教育賞ご受賞おめでとうございます。稲田先生は指導主事の時代から八丁にイマージョンコースをということで、公立全国初放送をされて、そして英語で学ぶの時代でも自ら教壇に立たれ、マト先生との授業を行って、そして開校と同時に教頭先生としてここ八丁小学校にお見えになって、私は先生と共にお仕事に携わることができてとっても幸せでした。以前教育の鬼というふうに受賞されてましたけれども、鬼、これからもますます教育の鬼として大きくなられていかれると思いますので、その背中を遠くから見ながら先生って言いながら、ついていきたいと思っております。そして指導主事として稲田先生の今まで作っていただいたものをますます発展させて、いけれるように自分も頑張ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。先生、本当にご受賞おめでとうございました。